私たちその後を継ぐ世代がですね、自分たちの問題として行動に取り組まなければいけないというふうに思います。うん、軽々しい核兵器に関する言葉が使われているということですよね。やっぱりこれではダメなんだと。あるいは今回、来年が被爆80年ですけど、うん、被爆70年とか、もっと前のタイミングで、被団協として、直接の活動を続けられるかというのはわからない、そういう今も時代になってますよね。私たち、その後を継ぐ世代がですね、自分たちの問題として行動に取り組まなければいけないというふうに思います。うん、今回の受賞を考えたときに、今のようにやはり核の脅威が高まっていて、核兵器が使われるかもしれないから、改めて被爆者の皆さんの話を聞かなければいけない。だから日本被団協の活動に目を向けましょうと、こういうふうに言ったということは、まあ、今の世界情勢をしっかりとこうきちっとした認識を持っているというふうにも評価できますけども、一方でやや遅すぎたというふうにもするんですね。うん、遅すぎたということの意味は、もっとこんなにですね、核の脅威が高まるようになる前に、この日本の被爆者の声にもっと光を当てることができたんじゃないかというのが一つありますし、また年齢的なこともありますね。今だから核が使われるかもしれないというこの状況をストップして、本当に核兵器廃絶に向かわせるために誰がどういうふうに行動するのかというのが問われているわけですね。被爆者の皆さん、お疲れ様、おめでとうございます。これじゃダメなんですね。誰かが行動するためにこの賞が与えられているわけですから、そこはやはり私たちその後を継ぐ世代がですね、自分たちの問題として行動に取り組まなければいけないというふうに思います。この間やっぱり見てきたことは、非常に軽々しく核兵器を語る。例えばイスラエルのガザに対する極めて、残忍な非人道的な攻撃が続いておりますけれども、その中でいや広島に原爆を落としたら戦争が終わったんだから、ガザにも落としてしまえばいいじゃないかっていう発言がアメリカの連邦議員から出るわけですよね。それ繰り返して出たわけですよ、そういう議員コメントが。そのなんというか、非常にそれは許せないんですけど、軽いんですよね、言葉が。広島に落としたらよかったから、ガザに落とせばよかいいじゃないかって、二つの意味で軽いわけですよね。それから日本国内においてもですけども、この間の自民党総裁選挙の中で、まあ結果首相になった石破さんも、第2位で終わった高市さんも、その他の候補者もですね、核共有いいんじゃないか、場合によっては非核三原則見直してもいいんじゃないかというようなことを非常に軽々しく語っていた。そしてプーチン大統領に至っては、もう何回も何回もこのウクライナに対する戦争の中で、核兵器を使うということについて言及していると。軽々しい核兵器に関する言葉が使われているということですよね。でやっぱりこれではダメなんだと、核兵器というものが本当に何なのか分かっているのかということを、まあ、おそらく被爆者の方々っていうのは語ってこられたわけで、自らの体験から語ってこられたわけで、そこに改めて私たちも気づき直さなければいけないということなんじゃないかなと思いますよね。あえて総理大臣がそれは真剣に考えると言って、それで実は外務大臣岩屋さんもですね、もう一度あらゆる側面から研究検討するっていうふうに言っているわけですね、公の場で。ですので、それはその政府がやってきたことを首相や外相がもう一回考えるっていうことは、まあ、前向きなサインだというふうに捉えていいと思うんですね。でじゃあなんでこんなことに起きてるかっていうと、やはり私はこれ国民の世論の力だと思いますよね。でその真剣に考えるというような発言や、もう一度研究するっていう発言は、被爆者のノーベル平和賞受賞以後出てきてるわけですよ。で被爆者がノーベル平和賞受賞したとなれば、当然じゃあこの核兵器の問題考えなきゃっていうふうに世の中になりますし、メディアの皆さんは被爆者が言ってることを受けて、私たちの市民が、この社会がそれを訴えなければいけないと思うんですが、その声が高まればですね、核禁条約のオブザーバー参加っていうところに一歩政府が進む可能性は十分あると見ています。
その、我々のおじいさんおばあさんの世代ですよ。その、原爆被爆者の方々が苦しんで、ずっと核廃絶を訴えてきて、その日本の団体がノーベル平和賞を取って、それで日本の核兵器廃絶に向けた政策が一歩も前進しなかったら何なのかということですね。そこをやっぱり真剣に政府の方々や議員の方々、それから私たち一人一人ですね、考えなきゃいけないと思いますね。まず核兵器があることで戦争が防がれると、こういう考え方がありますけども、しかし現実に起きていることは、ロシアという、強大な核兵器保有国は核兵器があるからその力を使って戦争を開始したんですよね。俺は核兵器持ってるぞと、何なら使えるぞということを公言して、それを戦争を始める力に使っていったというのがこれ現実でありますから、核兵器は戦争を防いでいないということがまず一つ言えますよね。同時にですね、イスラエルという国もこれ核兵器持ってるわけです。100発近く持っています。で、自分たちはまあその持ってることを公式には認めてませんけども、もうイスラエルが核兵器を持ってるということはもう世界のもう高知の事実であるわけですが、で、なぜ持ってるかというと、それは彼らの歴史があって、ユダヤ人の方々がそのホロコーストで本当に大変な目に遭ったわけですね。で、そのようなことを繰り返しちゃいけない、自分たちの国家がきちんと製造しなければいけないという考え方がイスラエルをして核兵器保有国にしたということが今回にあると思うんです。それはつまり核兵器を持つことで自分たちの国家の生存が図られるということですよね。北朝鮮なんかもそうなんじゃないですか。核兵器を持つことでこの孤立した国家だけども生きていけると。ところが現実に起きていることはですね、イスラエル核兵器持ってますけど、ハマスが攻撃してくるわけですよ。で、核兵器を持って戦争や攻撃を免れるんだったら、持ったことでハマスが攻撃してくるわけないんですけど、実際攻撃してくるんですよ。で、それに対して攻撃し返して大変な残虐行為をしてもまだ攻撃してくるんですよね。で、結局ということはですね、その戦争を起こす、暴力を振るう、攻撃をする側はそういうやはりですね、政治的な理由があればするんですよね。自分たちがどうなっても、で、自分たちがどうなってもというふうに言えば、そのアメリカでもうだいぶ前ですよ、2001年に911テロというのがありました。あの時、あの時点でアメリカ合衆国は1万発以上の核兵器を持っていたんですけど、しかし自分たちはどうなってもいいということで飛行機を乗っ取って突っ込んできた人たちは、アメリカ合衆国に対するあの国家最大の、本土に対する攻撃を遂行したわけですよね。そこでは何にも核兵器は抑止しなかったですね。核兵器はイスラエルの国家の安全も抑止してないし、つまり国家の安全も保障してないし、アメリカ合衆国の、安全すらですね、つまりそのテロ攻撃ということすら防げなかったと。で、そして今度はイスラエルが、ガザに攻撃する、レバノンにも行くと、こういうふうに なった中で、今度はイランがイスラエルを攻撃してるわけですよね。イスラエルとイランで攻撃合戦がもうすでに始まってますよね。で、イスラエルは核兵器保有国であると、イランには核施設があると分かっててもお構いなくお互い攻撃するわけですよ。だからそれはですね、こういった例を見ただけでも、核兵器があるから戦争が止まるとか核兵器が使われないっていうのは事実では全然なくて、だからそれはやはり核抑止に核抑止を含むですね、軍事的な攻撃力を高めることによる抑止というのは極めて脆弱で、短期間しか適用がなくてですね、持続可能でないものだというふうに考えるべきだと思うんですね。ノーベル賞の受賞発表の後にですね、被団協の和田さんですね、事務局次長の和田雅子さんが、自分たちの声こそが抑止力になったんだと思うと、核兵器ではなくて、こういうふうに言われていて、大変な名言だというふうに私は思うんですけれども、一つはだから核兵器が使われたら大変なことになるということの認識がですね、それが人々の理性をきちっと、その理性を働かせて、そういった間違ったことをさせないという力になるというのが一つと、いろいろさまざまな方々が、政府高官にせよですね、社会的影響力のある方々にせよですね、この被爆者のことや核兵器廃絶ということを口々に言い始めましたし、ある意味で、12月10日の
式典が全世界に今放映されて、そこの12月10日から始まって来年の8月までの時というのはですね、本当に全世界で、核兵器の問題、特に核兵器がもたらす被害ですよね、その危険性ということについて真剣に考える、そういう期間になるんじゃないかなというふうに思います。